はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも今ボーダレスハウスの代表をしてらっしゃる D さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、今ご紹介いただきました、李誠一と申します。生まれも育ちも大阪なんですけど、祖父母が韓国の、在日コリアンとして、はい、今は社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスの事業を展開しているボーダレスグループの中で、ボーダレスハウスという国際交流のシェアハウス事業の代表をさせていただいています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあそもそもなんですけど、ちょっと聞きたいなと思ったのは、海外とか社会課題に解決しようと思ったきっかけって、はい、なんか李さんあったんですか。本当に僕のルーツのところで、皆さん海外途上国とかにいろいろインターンだったりとか行かれて、現実を見て皆さん志す方が多いと思うんですけど、僕の場合は自分が当事者であったっていうところがあって、リーというんですけど、祖父母が韓国で、僕自身は小学校中学校高校に朝鮮学校っていう民族学校に通いまして、その中で自分のナショナリティとかアイデンティティとかルーツみたいなものを考える機会が結構あって、じゃあこういうルーツとかアイデンティティを大切にしていける社会ってどんな社会なんだろうと思った時に、この世の中の起きている争いとか日本社会における生きづらさみたいなものにぶち当たって、何かこういうのを解決する取り組みができる人間になりたいなっていうのを思ってたっていうのが始まりですね。あ、そうだったんですね。はい、ちょっとセンシティブなお話させてもらうかもしれないんですけど、実際日本にいらっしゃる方って、小学校とか中学生の時って偏見とかそういうのってあったんですか。僕は今在日コリアンと言ってるんですけど、朝鮮学校っていうのはコリアンルーツのある方々が行く学校なんですけど、それ時代によって変わってきていて、僕たちの時代というのは差別とか直接的なものはあんまりなかったんですけど、ただ北朝鮮が何か例えば核問題とか拉致問題とかが報道されるたびに、排外主義者の人がデモをやったりとか、直接中学校とか小学生を襲うとかっていう事件もあって。そうなんですか。なので常にマイノリティとしてマジョリティと戦ってきたみたいなカルチャーはありましたね。なるほど。それってトラウマになる可能性もあるじゃないですか。で、そうなった時にどう克服してきたんですか。一方で、マイノリティってよくあると思うんですけど、マイノリティ同士の結びつきはめちゃくちゃ強いんですよね。わかります、わかります。なので何かそういうことが起きるたびにより強くなって、自分たちを守っていこうっていう感じになるので、いざその中にいると結構気持ちよかったりするんですよね。なのであまり僕としてはその葛藤乗り越えたみたいなものはないんですけど、逆に僕らみたいにそういうルーツが同じ人たちと同じ場所でこう教育を受けているっていう子たちじゃない、実はそういうルーツなんだけど一般の公立の日本学校に行ってる子たちがそういう理由でいじめられちゃったりとか、そういう人たちの方がよくこうアイデンティティクライシスってみんな言うんですけど、必ず通るものかなと思っているので、外国ルーツある人が一回はそこを通らなきゃいけないってこと自体がなんかおかしいなと思うんですけどそんなのがあるんですね。実際学んでることは日本の学校であろうが専用の学校であろうが特には学んでることは変わんないんですかね。それが結構違くてですね。あ、そうなんです。僕が通ってた朝鮮学校っていうのは各種学校っていうふうに位置づけられていて、日本の教育法上の日本が求める教育をしていないので、学校法人としてそういう意味では認められてない部分があるんですね。なので高校無償化とかそういうのを争ってるんですけど、なので教育は逆に自由なんですね。学校の中では韓国語朝鮮語っていうのを使って日本語は使っちゃいけないとか、あと歴史っていうのも、皆さんは歴史っていうと日本の歴史を学ぶんですけど、僕らは朝鮮半島の歴史を学んで、なるほど、面白い。世界史は世界史なんですけど、日本史っていうのは少なくて、だから皆さんが言う国語っていうのが僕たちで言うと朝鮮語だったりします。あ、そうなんですね。ちなみに高校とか中学とか修学旅行とか行かれると思うんですけど、どういうところに行くんですか。そうですね、中学校はまだ一般的な国内の旅行なんですけど、僕らの当時は高校の修学旅行で北朝鮮に行くんですよ。すごい。これも鉄板ネタで。そうなんですね。なかなか行けないところなんですね。いや、なかだから僕韓国でビジネスもやりましたけど、韓国人も行けないので、マジかって話になってめちゃくちゃ盛り上がります、この話は。実際どうなんですか、行かれた時は。時代によると思うんですけども、当時はそういう教育も受けながら来て、やっと初めて実際にその国でリアルを見るっていう、ただリアルって言ってもやはりいいところを見せる部分が大半なので、ただ実際のそこの歴史とかいろんなところのリアルとか、あと現地の方と交流したりする中ですごくシンパシーを感じる部分があって、
はい、そこで学校側が求めるアイデンティティっていうのが確立されて、はい、みんなより民族心を熱く持つ人もいれば、はい、時代が時代なのでそれはそれだよねっていう感じで距離を置く学生もいればっていうので、はい、事実を自分たちがどう捉えるのかっていうのは人それぞれでありますね。あ、それもすごい面白いですね、はい、自由な学校であるがゆえの考え方の違いでいろんな考え方を持つ人たちもできるってことですね、はい、そうですね。そうなんだ。じゃあそれ戻ってきて次大学進学とかっていうのはどういう選択をされていったんですか、はい、当時は実はまだ20年以上前なんですけど、はい、そういう朝鮮学校から日本の私立とか国公立に行く人っていうのはかなりレアだったんですね。そうなんですね、はい、今でもあるんですけど東京にある朝鮮大学っていうのがあって、うん、そこに進学する人で高校卒業して専門学校に行く人っていうのもそういう受験対策っていう形で学校がなされているわけではないのでそういう選択があったんですけど、で僕も朝鮮大学に行くっていう選択もあれば専門学校に行くっていう選択もあれば日本大学に行く選択があったんですけど、もうずっと十何年間そのコミュニティにいたので17歳8歳なのに初めてですけど日本の社会に触れたいと思って、はい、もういいと思って日本の大学に進学しました、はい、あ、そうなんですね、はい、その時の学部とか学科っていうのは、まあ、経済学部とかそっち系に行ったんですか、はい、あ、全然です。僕は法律ですね、はい、そうなんですね。特に理由はないんですけど、はい、ビジネスマンになるとかっていうところよりもその当時は法律に興味があったんですね。へ、はい、じゃあその大学4年間は法学部として学んでたわけですよね、はい、その時に海外とかと触れ合う機会とかってありました？法律なのでなかなかなくて、はい、それこそ自分がそれまで韓国も行ったことなかったんですけど、はいはい、就職とか社会人になる前に自己分析する時に自分ってこれからどういう社会人になるんだろうっていう時に自分何やりたいんだろうって問った時に国籍は韓国なんですね、うん、なので国籍韓国なんだけど韓国行ったことないじゃんって話があったので、はい、行ってみようとかって言って一人で韓国行ったりとかそういうのありましたね。あ、そうなんですね、はい、その時リーさんが韓国行くじゃないですか、はい、通常であれば首都とかを行くかもしれないですけど、はい、リーさんの韓国の旅プランはどんな感じで行ったんですか？いや、でも僕も地元がちっちゃかったんで一、はい、人で飛行機乗って海外に行く時点でもかなりビビり倒してたんで初めに行った時にはソウルだけかな、はいはいはい、ソウルに一人行ったんですけど友達もいるわけじゃないんで、はい、でも声かけてくるんですよね。あ、そうなんですね。日本人っぽくて日本の本読んでたりすると、はい、まだそんなに LCC とかがあったわけじゃないから日本と韓国が行き来したりとか、はい、K-POP が前の時代だったので、はい、日本に興味ある人がそういうコミュニケーションってあんまりツールがなかったんですよね、はいはい、だから声かけてくれたりしてて、へえ、現地の人と一緒にこう観光を行ったりとか。あ、すごいわ。そんな感じでやってましたね。あ、そうなんですね。で、それを戻ってきて大学生活は終えてるみたいな、はい、そうですね。そこから就職っていうところを選ぶのか、はい、大学院っていうところを選べるのか、もしくは法学部であれば、まあ、弁護士とかそういった道もあるじゃないですか。どういう選択で自分の進路を選択されたんですか？自分がさっき冒頭でお話ししたような日本の社会で日本に暮らしている外国市民の方の自分も含めそういう方々のためにと思った時に、選択としては就職っていうのは当時僕らの時は氷河期だったんですよね、はい、直後かなだったんで、みんな面接受けまくって就職する、なんとか就職するのが当たり前みたいな感じだったんですけど、はい、それよりも自分が韓国に暮らして一回そこで仕事しながら韓国の人と触れ合って自分の中でそれをインストールしたいっていう目標があって、うん、そこに一番近い近道は何だろうっていうところで、うん、じゃあ就職があって、例えば商社とかで韓国に現地法人がある企業とか、はい、取引がある企業とかっていうところで、はい、商社とかそういう関係の仕事に就きたいなとかっていうのをぼんやり思いながら就活をやりましたね。あ、そうなんですね、はい、ちょっとすごい面白いなと思ったのは、もともと韓国とかそこの環境に置いていて、はい、そこから日本の社会に出てみたいって言って大学行ったじゃないですか。そうですね。で、その後もう一回韓国の社会で働きたいみたいな思いが変わってたと思うんですけど、そこって何か思いの変化があったんですか？確かに確かに。あ、でもありました。日本の人が海外に行って、はい、海外の方と関わって日本を改めて再発見して好きになるってあるじゃないですか。わかります。そういう感覚か。なるほど。僕その感覚で大学に行くときは、はいはい、コリアンルーツの人たちの集まりみたいなものが、うんうんうん、もう高校までずっと来てたんでちょっと嫌気させてたんですよ、はいはいはい、なので日本の大学行って、はい、もうそういうのは気にしなくていい社会で生きていきたいみたいな感じで思ったんですけど、はい、行ってみたら、うん、自分なんかいいなと思ってキャラ立つし、はいはい、人にすぐ名前覚えてもらえるし鉄板ネタあるし、うん、で何よりみんな社会に出て就職するときに何やろうとかとにかく就職できればいいやと思ってるんですけど、とにかく就職できればいいやっていうものよりもなんか自分の中に一個芯があったのでなんかこれっていいなと思って、だったらちゃんとこれを持ち続けて社会人になろうっていうところに再発見した部分があります、うん、はい、あ、なるほど、はい、そういう感覚なんですね。自分では気づかなかったオリジナリティみたいなところが日本の社会に行って分かって、うんうん、じゃあそれをもう一回還元しようみたいなところもあったんですね。もう本当にその通りです、はい、面白い、はい、そう
なるほど、ありがとうございます。この動画ではリーさんがどういう形で大学とかまで選択されてきて就職っていう道まで選んだのかっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、次の動画では就職をどこで行って何をしてきたのかみたいなところをお伺いしようかなと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。